こんにちは、榎本美沙です。今日は生のトウモロコシを丸々1本使ったトウモロコシご飯をご紹介したいと思います。今が旬の生のトウモロコシですけれども、生だからこその甘さとかシャキシャキ感を楽しめるご飯になっています。とっても手軽でシンプルな作り方にしてみたので、ぜひ気軽にですね作ってみていただけたらなと思います。では材料の説明です。まずこちら主役のトウモロコシになります。今回1本丸々使います。そしてお米になります。今回30分浸水させてザルにあげているものです。できればそれをした方がうまく炊き上がります。そして塩、酒になります。はい、ではトウモロコシですね、まず皮を剥いていきます。はい、最後まで皮を剥くとこうヒゲが出てくるので、ヒゲも取ってしまいます。はい、ではですねトウモロコシの実を取っていきます。まず根元の部分は切り落として、で半分に割っていきます。トウモロコシが半分に割れたら、このようにまな板の上に立ててですね、包丁で削ぐようにして実を取っていきます。ちょっとこういう風につながっちゃってても大丈夫です。芯の部分もですね、後で一緒に炊き込むので、捨てないようにしてください。はい、ではですね、炊飯器のお釜にお米を入れます。ここにまずお酒を入れて、こちらで2合の線までですね、水を入れていきます。そしたら塩を入れて、で軽く混ぜます。そしたらそこにトウモロコシを入れます。そしてですね、ここになんと先ほどの芯を入れます。そうすると芯からも美味しい出汁が出て美味しく炊き上がります。こちらで炊飯していきます。はい、では炊き上がりました。見てみます、綺麗に炊き上がってます。黄色が鮮やかに、こちらで混ぜていきたいと思います。ではですね、こちらで芯は取り除きます。こちらで混ぜ合わせていきます。本当にトウモロコシの甘い香りが広がります。はい、こちらで混ぜ合わせて完成になります。はい、こちらで完成です。はい、トウモロコシご飯の作り方いかがでしたか？今回はトウモロコシをご飯と一緒に炊き込みましたけれども、新鮮なトウモロコシはですね、生で食べても実は美味しいので、一度ですねサラダとかにパラパラっとかけて生で楽しんでいただいたりとか、あとはかき揚げにしてですね食べるっていうのもおすすめの食べ方なので、ぜひ旬のトウモロコシですね、いろんな料理にして楽しんでいただけたらなと思います。これからも季節に合った料理をたくさんご紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。